皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は新しいサービス、1ヶ月間限定のサービスをリリースしようと思いまして、その説明で動画を撮っております。そのサービスの名前はじゃん、あ、黒板書くの忘れた、黒板どっか行った、すいません。リブラの非常識な玉手箱です。はい。玉手箱ってご存知ですよね。よく有名なところで言うと、浦島太郎のね、こう開けちゃったらおじいさんになっちゃったみたいな、要は元々の言われ、まあそういうところからも来てるんですけど、軽々しく開けてはいけない、うやうやしい箱が玉手箱なわけなんですけれども、今回はリブラの非常識な玉手箱っていうことになってますので、非常識になりますから軽々しく開けていいんですよ。はい。で、じゃあ軽々しく開けていい中身はどんな中身なのかっていうと、基本的には今回のですね、新型コロナの、こちらの方でいろいろとレッスンがキャンセルになったりとか、打撃を受けている教室の先生を、なんとか救いたいっていう、こういう非常事態だからこそ、ちょっと普通と違うサービスを提供しようというのを、ここ3日間ぐらいずっと考えてて、今日実は3月3日のひな祭りで、女性のためのね、お祭りの日なんで、じゃあ今日それをリリース発表しようかなと思って、決めたのが、リブラの玉手箱です。具体的にどういうサービスをするかっていうと、教室の先生っていうのは割と一人でやられている先生で、横つながりがないっていう方で、こう一人で悶々としたりとか落ち込んだりとか辛い気分になったりとか、そういうメンタル的な部分での支えがないっていうのと、あと実務的な部分ですね、こういったものを乗り越えたことがないとか、これから先どうやって乗り越えていっていいのかっていう、未来のことと現在のこと、これを考える上で一人ではやはり考えにくいっていう、そういう事情があるのは私はよく知っています。なぜならば東日本の大震災の時に、ちょうど私その年に起業していて、会社員だった時の自分で先生たちがこういろいろ疲弊しているのを見ていた部分と、その年に開業をしているわけなので、どういう状態でっていうことはよく知っていて、だからこそ私はコミュニティ運営っていう、自分のサロンがそうなんですけども、相互で助け合って伸ばしていこうっていう、文化を根付かせようと思って4年かけて構築してきた皆さんのね、輪っていうものがあります。ですので今回先生たちを、少しでも不安から解消するために、または実務的にフォローアップするためにどういう形でサポートできるかなというのをずっと考えていて、で、通常私のサービスっていうのは、コンサルティングのメンバーも、そうなんですけれども、月額で行く、女神のティーサロンというものもありますし、あとリビング企業アカデミーっていうのもあるんですが、例えばどんどんキャンセルが増えていって、どうしていいかわからないっていう、その資金の不安がある先生において、その値段でやっていくのは厳しいだろうというふうに思ったのと、ここは相互支援ということで、災害時対策みたいな意味合いとかがあって、もう可能な限り安くっていうことで考えたのがですね、2222円、2020年っていうことで、22絡みと、私のライフパスナンバーが2なので、じゃあ2揃いでいくかっていうことでですね、2222円の1ヶ月って、2日3日切っちゃいましたけど、3月31までの間ですね、皆さんが、質問してくださる内容すべてお答えしていきます。それは個人別ではなくて、私の現状サービスを使ってくださっている方はそのお金を払って個人できちんとカウンセリングをしているので、その方と全く同じというわけにはいかないのですが、 Facebook グループ、秘密のグループになりますけど、そちらにご招待して、そこに書き込んでくださったものに関しては、音声、動画、あとコメントで全部お答えしていきます。じゃあ何を答えてくれるのかっていう話は、私が答えることができる全領域すべてです。インターネット集客ももちろんですし、あと写真のこととかデザインのこととか、営業のこと、制約のこと、集客のこと、教室運営のこと、あと私の過去ですね、どういう形でそういうことになってきてるのかっていうは、
聞きたい質問、まあ、何でも答えられる要求のものは何でも答えます。はい。で、皆さんを励ましたいので、まあ、1日1個元気になる高語録みたいなのはなんかこう書いておこうかなというふうに思っているので、まあ、動画でやるのか手で書くのかまだ最終的には決まってないんですけれども、要はこのコロナウイルスで、自宅で、待機を余儀なくされる先生、まあ、お子さんと触れ合う時間もあるんでしょうし、あと何しろ多分生徒さんからのキャンセルとかがどんどん続いたりとかして気分がね落ち込んでると思うんですよ。ですけど必ずこれは終わりますし、時間ができたからラッキーっていう部分もあるんですよね。普段生徒さん接しちゃってると、本当ウェブサイトきれいにしなきゃいけないとか、本当はこういう時って動画とブログって作り時なんですよね。財産を貯めるにはすごくいい時期で。で、それをやっていくのにとてもいいチャンス。私も私自身のクライアントさんの講座とセッションを全て Zoom というオンラインの、チャット、みたいな形で、テレビ電話みたいなやつですね、それに全面切り替えをしているので、そんなにこう大きく変化はないんですが、どこかの場所に行ってっていう時間は少なくとも浮いているので。まあ、その時間、ウェブサイトの、手をつけたかった改修とか今どんどんやり始めています。ですから、例えば皆さんがこれを機会にじゃあウェブサイト手を入れようとか、何をどの方向性でやるのが、コロナが明けた時に一番こうスタートダッシュで動いていけるのにいい、作業になるのかとか、それを知る上でも優先順位をちゃんとつけていきたいとか、まあ、そういうものもですね、すべてお答えしていきます。で、質問はもちろん何でも答えていくんですけれども、その読んでいるだけでも、まあ、元気になるような、要は皆さんが何を欲しがってるのかっていう、私の原点は、クライアントさんが欲しがるものを講座にしていく、ないしはサービスとして提供していくっていうところなので、まあ、こういう時期ですので、原点回帰っていうことも含めて、あと皆さんの、お役立ちになれることも含めてですね、すべてお答えしていきます。何回質問していただいても構いません。ちょっと順番と内容がずれ込むかもしれませんけれども、私の空き時間を使いながら全部お答えしていこうというふうに思ってますので、この機会に、まあ、高橋貴子と直接そういったね相談ができる機会っていうのもなかなかなかったとか、誰かに相談したかったんだ、聞きたかったんだっていうことがある方、または一人でいるとどんどん悶々として気分が落ち込んでっちゃうから、元気な高語録を毎日聞きたいとかいう方、どの方でも全部 OK です。で、可能な限り必要な講座でみんなが知りたいのがあるなっていうのがまとまってあるんだったら、まあ、その2時間とか3時間の講座をもしかしたら即席で作っちゃってお伝えしていくかもしれません。ちょっとそれは運営してみないと何とも言えないので、はい。なので、3月31日までの限定企画になります。入金された順からどんどん Facebook ページの方に入れていきますので、聞きたいことがあったらじゃんじゃん聞いてください。何でもいいです。本人が恥ずかしくない程度であればどんなことでもお答えします。ちなみに月額会員の方に関しても、同様に通常月3回までっていう質問回数を制限設けているのも全部今回オープンにしてますので、かなりの量の質問が飛び交う可能性もありますし、メンタル的な考え方の部分も合わせてフォローしていきます。実務的な部分じゃなくてね、こういうことを生徒さんに言われてどう対応したらいいのかとか、自分のメンタルがどうしても落ちちゃって前に進みませんとか、まあ、そういった時にはビジネスだけじゃなくて、そのカードリーディング的なですね、スピリチュアル方面寄りな方からのアプローチでも救っていくし、脳科学的なものからでも救っていくかもしれません。なので、まあ一つリブラの玉手箱という素晴らしいお道具箱をですね、手に入れたということで、まあ、この月末までの、約1ヶ月ですね、ここを皆さんで楽しく明るく乗り切っていけるように、元気になるワード、言葉で、その場を作っていきたいと思いますので、このめっちゃお得な、いくらだ？2222を。
30日で割りといくらなんだ2222円割る30日、74円です。今時74円でジュース1本も買えない。1日1本のドリンク代よりはるかに価値のあるドリンクだと思いますので、言葉のサプリですね。これをぜひ皆さんの体に入れながら元気で1ヶ月頑張っていただければなと思い、緊急告知で、緊急サービスで作らせていただきましたので、ご興味がある方はじゃんじゃん登録していただいて、皆さんで元気を分かち合っていく。そしてコロナが明けた時にはすぐにやりたいことがやれる体制の準備作り、そんな風な期間に当てていただければと思うので、この期間は多分お勉強できる時間がすごく増えると思います。ですからそれに必要な知識を私は持っている限りはどんどん与えていきますので、何が欲しいと言ってもらえればそれに合わせて講座等も考えていきますので、ぜひこの機会をご活用いただければというふうに思いますので、よかったら皆さんご活用ください。それでは。